どうもこんにちは、肉食牛舎の船さんです。今日はですね、すごく暖かくなってきたっていうか、もう暑いですよね。もうめちゃめちゃ暑くてですね、もう本当に30度普通に超えちゃってるような気温なので、もう本当にね、もう真夏だろっていう話なんですけども、まあいよいよですね、もうバーベキューも佳境に入ってきた時期でもあります。本当にバーベキューをしたくなるようなね、気候でですね、もう体力もね、つけたい。まあ、なんかもう肉食ってるともうなんか強くなった気にもなりますし、まあ、なのでね、まあ、エネルギーを蓄えるという意味でも、まあバーベキューをこれからどんどんされる方も多いのではないかと思うんですが、そのね、バーベキューの中でですね、この野菜をね、まあないと嫌なんですよ、ないと。で、野菜を用意してもいざ持っていってで焼き始めてってなると、最初のうちはね、みんなね、まんべんなくバランスよく食べるんですけど、だんだんね、こうまあ野菜も食べないっていう状態になって、結局丸焦げになって炭になるってことよくあるんですよね、野菜に関して。でどうしてもね、そのね、野菜を普通に焼いて焼肉のタレでにつけて食べると単調なんですよ。単調で、結局ね、その食感こそ違えど、なかなかね、そのうまいっていうリアクションになりにくいのが、まあ、常ですね、バーベキューの野菜の、まあ、宿命というか、なんですよ。でも、実際ですよ、野菜取った方が、肉自体は多く食べれるんですよ。やっぱり味覚ってだんだんね、飽きてくると拒絶反応出てくるんで、こういうね、野菜をしっかりね、間に挟みながら食べると本当に倍ぐらい、バーベキューが楽しめるんで、じゃあその野菜をね、上手に食べる方法っていうのを、まあ私がですよ、推奨する、まあこれね、全然公式でも何でもないんで、まあ本当に私がバーベキューするときによくやる方法なんですけれども、それをちょっとシェアしようかなと思って紹介させていただきます。で、私はですね、この野菜を、まあ、普通にね、例えば玉ねぎだったら輪切りにするとか、まあ、ピーマンでもね、まあ、4等分カットにするとかっていうのもまあ普通なんですけれども、それで焼いて、まあ、なんかね、食べにくいっていうので、私は全部ね、細切りにするんですよ。細切りで、まあ細切りにする、もしくは細いものですね、水菜だったりですとか、あと豆苗、これ豆苗はね、すっごくおすすめですね。はい、まあなんかこういったね、貝割れであったりとかですね、まあそういったものを取り入れながら、まああとは細切りにするんですね。細切りに、キャベツとかもね、もう千切りにしちゃうんですよ。で、あのね、細切りにして、まあこう網があるじゃないですか。網があったらこの辺、まあどこでもいいんですけど、アルミホイルのね、器を作るんですよ。アルミホイルをざっと伸ばして、こうキュ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 ッと周りをね、こう器のようにしてね、器を作るんですね。で、そこに細切りの野菜入れて、ちょっとね、ごま油を垂らしておくんですね。このごま油を垂らして、もうこれね、アルミホイルをね、20ぐらいにしとくとちょうどいいんですけど、そんなに火が強く通らないんで、こうやっとくとほんのりね、火が入って、まあ生でも食べれますから。で、これをね、まあ放置しておくんですよ。放置して、で、こっちで肉焼くんですよね。肉を焼いていくんですよ。で、焼けたお肉をここの上に乗せて、そのままくるっと包んで食べるっていう方法なんですけれども、これがね、意外に美味しいというか、むちゃくちゃ食べやすいですね。で、私はですね、ちょっとね、焼肉をね、薄くするんですよ。なんだったらもう、スライス肉買ってったりするんですよ。
でスライス肉買ってさっと焼いてね、で鉄板なんかだったらもう最高なんですけど、もうさっと焼いて包んで食べる、さっと焼いて包んで食べるっていうね方法、これがねすごく食が進みます。でまあなんか基本的にはね、僕の、バーベキュースタイルって各一人一人の小皿じゃないんですよ。大きいところにですね4等分ぐらいでタレがどん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 ってある状態なんですね。でここにレードルとかをね刺しといて、で小皿にそれを取ってかけて食べるから、だからまあ好きなタレ、まあ要はポン酢だったり塩だれだったり味噌醤油みたいなんで分けといて、まあ好きなように食べるっていうやり方なんですよね。だから本当に野菜を、味もバリエーションがあって野菜も食べやすい、で丸焦げになることがほとんどないので、これはねぜひおすすめですね。本当にちょっとずつね野菜をねちょっと足していったらいいんですよ。あんまりドカって入れすぎると下が焦げてくるんで、もうくる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 回るようにね、ちょっとなくなったなと思ったら、まあ、袋にでもね入れといて、ちょっと入れてまたごま油パパッと垂らしておけば、それでくるっと巻いて食べれるっていう、すごくね美味しい野菜の食べ方です。あとはね、なんかもうバーベキューの時にね、まあこんなことしたらいい、あんなことしたらいいみたいな方法、まだまだあるんですけれども、まずはね、野菜を美味しく食べれるバーベキューのコツっていうのを、まあ、お話しさせていただきました。何かの参考にしていただければと思います。それでは、本日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。